とより呂が鶴は大分県武田市にある標高約1200メートルの高さに広がる盆地、出現九十連山の四方九十山と大船山等に囲まれており、阿蘇九十国立公園に含まれる。呂が鶴、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 呂が鶴などとも表記する。名称の呂とは、寺院、鶴は、 水流で川のある平らな土地の井で、つまり、北イン近辺の湿地帯といった意味の地名である。タデゲン湿原と共に、中間湿原として、国内最大級の面積を有する湿原であり、九十棒、ガツルタデゲン湿原として、ラムサール条約の登録湿地となっている。棒ガツルは人によって環境が保たれている。古くは牧草地であったため、毎年春に、 の焼きが行われていた。そのため、大きな樹木が育たず、高山植物が保たれていた。現在でも高山植物のために、の焼きが実施されている。棒がる出現棒がるは、セリヨーコが NHK のみんなの歌で歌った棒がる参加でも、全国的に知られている。この歌は、もともとは、広島高等師範学校産学部のブータであったが、 九州の山岳愛好家の間で歌われるようになったものである。湿原の南端には北拳温泉がある。ありがとうございます。